釧路の街からこんにちは、イマジンチャンネルです。今日はですね、いつもとは、違う場所から、スタートさせてもらってます。今日はですね、今日はお知らせもありまして、こちらなんですけど、釧路ポータルマガジンイマジンの、最新号で5月の18日、月曜日に最新号を、発行させて、いただきます。まあ、見かけたら、ぜひお持ち帰りになって読んでいただいていただきたいと思います。で、今日はですね、私どこにいるかって言いますと、ここは、釧路市のムサで、ムサの、トンデンリュウさんに、今日はお邪魔しております。今日はテイクアウトもさせてもらいながら、ちょっとトンデンリュウさんに、いろいろお話も聞いていきたいなと思っております。今日はちょっと食レポも挑戦していきたいなと思っておりますので、最後まで、ご視聴いただければと思います。はい、というわけで、早速、ご紹介したいと思います。オーナーの、阿賀一正さん、よろしくお願いします。最近どうですか、影響っていうのは。やっぱりコロナの影響は強いと思いますね。で、まあ、知り合いのお店とかも食べに行ったりもしますけど、はい、かなり影響は大きいみたいで、はいはい、逆にコロナの影響でちょっと空いた時間もあるんで、はい、そういった時にできることとかもまた見えてきたんで、はいはい、まあ、いい経験だったりいい機会だったのかなっていうのは感じてる部分もあります。やっぱポジティブに、ポジティブでやつですよね。コンディニューさんというか、本当すごいテレビ結構出まくってますよね。おかげさまですよね、はい、EXILE のトライブの男たりも何回も出てますよね。そうです、はい、出てますよね、はい、あとはスティーブイのドサンコワイド、はいはいはい、結構やっぱりかなり市内でも人気店じゃないですか。いや、人気店ですよね。人気店だと思いますよ、はい、本当に、うん、一押し、絶対食べてほしいものとか。そうですね、うちおすすめはソウルフード、新しいソウルフードで、うん、餃子ミート、餃子ミート、はい、高松一つと、はい、あとは帯広に負けない、はい、豚丼、はい、豚丼、はい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 、それと餃子ですね。餃子で、はい、はい、今日全部いただきますよ、それ。あ、ありがとうございます。全部今日お持ち帰りします。はい、ありがとうございます。あ、トンデンさん、ラーメンなくなりましたよね。なくなりました。結構好きだ、実は好きで、はい、かなり悩んだんですよ、はいはい、でもあれも前ちらっと言ってましたよね。いや、ラーメン屋さんって思われるんですよみたいな。そうなんです。違いますよね。もともとは、うん、シューコメさんの跡地なんで、うん、ラーメン屋さんって思われる方が結構多いんですよ、ね、はいはい、でそれも結構嫌で。いや、嫌ですよね、はい、ラーメン屋さんではないです。ないです、違うんで、はい。あと男飯も結構人気ですよね。人気ですね。人気ですよね。はい。今日はないですけど。え？今日は品切れなんです。あ、今日は品切れなんですか。はい。出尽くしてしまいました。あら。トンデンリュウさん、実は次のイマジンで新商品をその日に合わせて出されますもんね。はい。内容的にはまだちょっと、まあ出てから。そうですね。ただまあ。ほとんどの人が口にしたことはない食材であると思います。そうですね。いや、僕は撮影の時初めてあれを 見させてもらって、はい、あれってあれなのみたいな感じじゃないですか、はい、あれって釧路で食べれるところって僕はですね、はい、僕が初めてだったんですよ、はい、そうですね、うん、現在はどこも取り扱ってるとこはないと言ってたんで、はい、はい、私は事故に飛んでいるさんで食べてほしいですよね。はい、うん、ぜひ。あと、トンデンリュウさんといえば、はい、カレーなる貴族、はい、こちらも、同等では今うちでしか扱ってない、はい、お肉を使って、はいはい、調理したやつです。ですよね。ただ皆さん結構間違いやすいのは、はい、牛すじではないです。牛すじではない。はい。はい、あれ、トンデンリュウさんって、はい、ごちそうタクシー便ってありますよね。はい、あれはやってるんですか。やってます。あ、やってるんですか。はい、結構好評で、はいはい、まあ、お客様も配送料100円で100円、はい、で、まあ、自分で取りに行かずにお家で受け取れるんで、あれ、でも今日、あれ5月の17日までじゃないですかだったんですけど、はい、5月いっぱいまで
延期になって。あ、そうなんですか。はい。へえ。なんでまだまだできますね。あ、そうなんですね。はい。あ、で昼も大丈夫ですか。昼も大丈夫です。で今のそのランチ営業だけなので、はい、夜のご注文になると、はい、あのできない日もあるので、はい、あらかじめお電話でお問い合わせいただいて、はい、確認していただければと思います。1日前で。でもいいですし、はい、あの本当その日の午前中とかにはお答えできるんで、はい、はい、そうですね。はい、ということで、テイクアウト、無事、完了して戻ってきました。テイクアウトさせてもらった、商品の器にですね、なんと阿賀さんからですねメッセージが書いてあるということで、ちょっと早速メッセージ確認したいと思います。あ、こちらはいつもありがとう、こちらこそありがとうございます。あ、こちら餃子、コロナに負けるな、コロナに負けるな、メッセージいただきます。こちらスパカツ、いつも素敵な笑顔、明日も頑張ろう。私もあの笑顔あんま得意じゃないんで、なるべくちょっとあの本当にいつも素敵な笑顔と言っていただけるように頑張ります。いやこれ全集中食の呼吸1の方ソウルフード、これあのこれ鬼滅の刃、鬼滅の刃赤さんも好きで、私も鬼滅の刃好きでですね、ちょっと鬼滅ネタぶっ込んでますね。全集中食の呼吸しっかりマスターしたいと思います。はい、ということで、では、早速、いただいていきます。早速じゃあ、スパカツミートから、いただきますね。うん、うまい。うん、うまっ、かなりうまいです、うまいです、これ本当うまい、うまい、うん、うまい。食レポ練習します、本当に。また多分テイクアウトさせていただくことあると思いますので、それまでに食レポちょっとでも進歩できるように頑張ります。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録と高評価拡散よろしくお願いします。ありがとうございます。